次元再生産。おう、特訓は終わったみてえだな。ふん、皆まで言うな。一皮むけた男の顔になって、変わるわけはないわな。それよりみんな駅前に行ってるぜ。一斉パトロールだってよ。お前さんも早く行ってやれ。来た来た。これからみんなで見回りをしようと思ってさ。まがいものっぽい人を見かけたらすぐに連絡ですね。アモーって人の動向が気になるから、まがいものを見つけても深追いはしないでください。そうそう、そのアモーって男がいたらアプリはすぐに反応を示すはずよ。普通よりも強い反応をね。ところで、春日井さんって大企業の社長さんですよね。最近いっつもモグラにいますけど、お仕事は？社長ってのはそもそも暇なんじゃねえの？椅子にふんぞり返ってさ。そうね。暇ってほどのことはないけど、6時間前までシドニーで打ち合わせだったし、まあ忙しい方だと思うわよ。え、マジか。まがいものの案件はね、どんなプロジェクトよりも時間を割く価値があるのよ。しかしながら少々自重していただかないと、各部署から苦情が来ております。どっかから声が。ああ、彼はうちの専務の坂口光馬君。私の椅子を虎視眈々と狙っているの。そんな大それたことは思ってません。次の会議まで時間がないので呼びに来ました。どうせ他の人間を呼びに行かせても聞く耳持たぬを決め込まれるでしょう。そんなことはないわよ。私は聞き分けのいい可愛い子ですから。ともかく来る前、会議まで時間がありません。はいはい、分かったわよ。そんなため息をつかない。それじゃあ皆さん、いろいろと頑張ってね。それでは失礼します。行っちゃいましたね。あのフリーダムな社長さんの下ならそりゃ苦労もしそうさ。ともかくパトロール開始。怪しいものを見つけたらすぐに連絡を取り合うこと。じゃあカティは私と一緒に行こう。かしこまりです。おい、特訓の成果期待してるからな。その言葉信じるわよ。今はあんたが頼りなんだから。私たちも行きましょう。俺とユートは電気街口の方を。
雫たちはジャンク通りの方を頼むわ。わかりました。次は必ず勝ちましょう。